北日本勢プラス関東勢で前4人と変わりまして、今打賞です。7番藪下直樹がペースを握っています。ライン2分線、1番里見浩平を睨んで自分のペースに持ち込んでいこうとしています。1番里見はここは後方からまくりに構えたようです。千葉勢は里見と吉武、人気上位、残り1周切りました。7番の藪下直樹、今日も地元戦先行で勝負です。番手5番は佐藤翔吾、3番戸辺が追走、6番の小林。さあこれを後方から1番里見浩平が5番手からまくりはどうでしょうか。3コーナー過ぎようやくまくってくる里見ですが、前も粘る7番車藪下直樹、番手絶好は5番車佐藤翔吾です。直線コース最後はどうか、5番の佐藤翔吾差しかわしてゴール、粘った7番車藪下直樹、あとは3番戸辺博信。もう一度上がってきました5番の本間蓮、今打賞で再度北日本勢が前に変わっていくようです。叩いていった5番の本間、ただ2番山本潤が粘りました。2番手飛びついてさらに前に踏んでいくんでしょうか。ちょっともつれてきましたが最終周回です。今山本潤が内側粘っていまして、1番森田達也に絡んでいます。森田がしのげるかどうか。2番手並走になっています。先行は5番本間蓮、その後ろ1番の森田、さあ自力でまくってきた短期6番車清水義康まくってきましたが、番手1番の森田こらえている。内側2番山本潤も食い下がっていますが、さあ混戦模様から5番の本間蓮の番手から1番車の森田達也が先頭に変わってくる。森田先頭だ、あとは混戦模様でゴール、2番手以下接戦です。勝ったのは1番車の森田達也、2着はどうか。関東2人もう一度上がってきました。今打賞最高峰2番小林悟も追っていきましたけれども、さあ出切っていったか。4番の木村健二叩きましたが、もう一度突っ張る内側の3番辺見仁志、辺見のマーク1番は杉浦浩一が追っていますけれども、関東勢も絡んできています。外並走で4番木村健二、地元1番の杉浦浩一と並んでいますが、杉浦踏み勝って7番小田切義次もしっかり追ってきました。4番木村健二まだ並走をこらえていますけれども、最終バック最後方からはベテラン2番の小林悟がまくってきた。小林がまくって迫ってきましたが、先頭3番辺見仁、番手丸1番車は杉浦浩一踏み込んで7番小田切義次を追ってくる。さあ地元北海道勢か、直線コース1番の杉浦浩一先頭で今ゴール、7番小田切義次、北海道2人、あとはどうか。北日本勢人気上位、その3番手を7番対馬太陽が回って、今残り1周半切りました。打賞です。1番板橋真二は下げて4番手から巻き返すレースになりますが、2番竹内がそこを睨んでペースアップ、主導権を取っていきます。2番竹内最終日、今日は先行勝負で残り1周回、番手3番白石大輔です。7番車対馬太陽、さあこれを後ろから1番の板橋真二がまくっていく。チーム勢のまくり返しが迫ってきましたが、最終バックを通過、逃げる2番竹内優也、番手の3番白石がガードをして1番の板橋交代、さあ踏ん張って3番の白石踏んでくる。7番車を対馬太陽追ってきまして、直線コース前から3番の白石大輔ゴール、あとは7番対馬太陽か。内側2番の竹内もよく踏ん張っていました。その前3人、中部近畿勢の後短期2人は3番徳永と5番の上田が中段を回っていて、後方から関東勢もう一度上がってきました。7番の清水健二が一気に来ましたが、打賞の4コーナー1番の佐藤龍太どうしますか。残りはあと1周回。7番の清水健二は出ていけないようです。番手は好ガードで2番は辰巳豊、1番の佐藤隆太しっかりと逃げていきまして、後ろ2人は2番辰巳と4番の山村、7番の清水は今交代して下がってしまいました。中段からは3番の徳永真一が前を追っている。3コーナーから4コーナーへ人気の3人は中部近畿勢、1番の佐藤隆太、2番辰巳豊、直線越し最後は2番辰巳が差しかわしてゴール、そして4番は山村亮太。7番の栗田真央、前に行こうとはしましたが、そこを睨んで2番車松田大がペースを上げていきますが、さあこれで7番の栗田は今日はまくりに回っていくでしょうか。最終周回に入っていきます。残りはあと1周回。さあ人気の中部勢、今松田大今日は先行勝負です。一方7番の栗田は後方の5番手からまくれるかどうか。最後の2コーナー通過していきます。2番の松田大、うまくペースを握っての先行ですが、後方から7番の栗田真央がまくってくる。さあ番手じっくり回る1番車は今藤康弘、今藤が番手回り絶好です。あとは切り替えてくるか。3番の亀谷隆一が差し込んでくる。直線コース、先頭は今松田大粘って、また粘って最後は1番車の今藤追い込んでゴール、今藤康弘。1番の土屋は下げて5番手からどう巻き返していくでしょうか。今脱走で人気の関東勢は後方に一旦下げていますが、さあ土屋がもう反撃をしていくでしょうか。前の様子を見ていますが、4番中井祐介の先行で最終周回にこれから入っていきます。短期勢中段から3番手で5番の増田俊明がいまして、7番赤塚優斗を追っている。そして1番の土屋正人が今後方5番手ですが、まくれるかどうか。まだ体勢一本になって土屋後方どうなんでしょうか。最終3コーナー通過して先まくり7番の赤塚ですが、さあもう反撃です。1番の土屋迫ってくる、前粘る4番の中井祐介ですが、直線コース一気にここは捉え切っていく。1番の土屋正人ゴール、土屋先頭でゴールの後は3番の大橋と2番の永井。その大阪を抑えていく1番の照井、今打賞8レースのチャレンジ決勝戦、ライン3波の攻防ですけれども、3番の中山宏斗後ろを気にしています。前々から先行勝負になっていくでしょうか。3番手以下並走で内側に抑え込んで、4番の大阪城を抑えて1番の照井力斗がここは強引に位置取り合っていますが、今大阪もここはこらえて1番の照井をどかしてまくろうとしていますけれども、まだ並走が続くのか。最終3コーナー、4番大阪城がまくって1番照井は交代していますが、さあ追ってくる2番は松田雄一、先頭を粘る3番中山宏斗、直線コースそこを捉えて4番の大阪城、大阪が優勝でゴール、あとは2番の松田雄一。ベテラン6番の清水宏之が最後方、今打賞 A 級の決勝戦ライン2分戦で前からもう突っ張って1番の後藤優が逃げていくようです。3番の小池千秋後方の5番手、そこを睨まれて出ていけないでしょうか。残り1周切ります。さあ番手絶好の展開です。7番の森田浩二、1番後藤優逃げて7番森田番手です。そして4番の金沢追走ですが、後ろから3番の小池千秋まくってくる。さあそれを見て番手からは7番の森田浩二がじっくりと今ラストスパート、最終3コーナーから4コーナーへ、さあ前に踏んでいく。先頭に変わる7番の森田浩二、追って4番の金沢浩二ですが、さあ7番の森田浩二地元優勝、いや並んで4番の金沢浩二、金沢か7番の森田浩二並んでゴール。